我々ちょっと人気はないんですけども、うん、あのアドラーの嫌われる勇気の動画も上げてまして、その中でアドラーはそのタイプで分けるのを否定している、タイプなんか考えなくていいみたいな。で、無意識と意識の話もアドラーの動画でしたんですけども、そのアドラーは無意識も意識も分かれたものじゃないっていう話をしていて、そこでちょっと隊長と言い合いになったのは、僕は無意識も意識もないんだ、全部意識っていうふうに思ってますとしたところ、隊長はいや違いますよと、意識と無意識が重なってそれが一つでっていうことをおっしゃってました。それで、まあ、何が正解かは分からない。はい、そうですよね。でいうところで、あの、まあ、エニアグラムはでもタイプに分けるものだけど、まあ、エニアグラムはタイプに分けるけども、それは型にはめるものじゃなくて型から抜け出すものだ、まあ、自分のとらわれを知って抜け出しましょうっていう話をしているっていうところで、最近あの MBTI なるもの、はいはい、あのユングのタイプ分け、ユングが、内向外向、感情思考感覚直感にブリックスマイヤーズって人が判断認知っていうのを加えた 4×4 で16。でもユングは 3×3 なんですよね。元は外向内向思考感情直感感覚で、今日はそれを調べてまいりました。最近その MBTI の知識を深めようと思い、僕外向タイプだと思いますって言った時に、いやこの人内向だよって言ってきた人がいた。まあ、確かに僕外向と内向の意味が分かんないと思って、河合駿先生、日本でユング研究の第一人者、京大の教授、まあ、京大の教授って出すとかちょっとタイプロックっぽいですよね。権威を。権威を出した。京大の教授で、村上春樹とも数々の著名人と対談しているっていうところがタイプロックっぽい。タイプ級的にはもうそこはいいから。どうでもいいから、はいって言えよって。ごめんなさい。で、この方がおっしゃるところで言うと、まず、タイプ分けの、タイプ分けの是非。タイプ分けの是非については、どちらが、例えば今回で言うと、内向外向とか、思考感情、直感感覚っていう、この二つの分けに、のは、どちらが正しいか。っていうことじゃなくて、この両者の補償作用、補償作用っていうのは、こっち側が強くなった時にこっちがどう反応するかみたいな、要は相互にあの関わってくるものですよっていう話と、タイプを分けることはその自分の人格の軸を決めるようなもので、座標軸の決定だと。でそれは個人を分類する箱を作ることじゃなくて、だからその私で言うと F 違う、外向感情感覚認知っていう箱を作るんじゃなくて、軸を決めましょうみたいな。でなんか網の中にあなたがこの辺の軸にいるよっていうのを決めるもので、あの箱を作るものじゃないっていうことを言っていて、ちなみにユング心理学は個性化の心理学だと。なので河合駿先生がユングはこう言ってます、ユングもこう、ユングはこう言っていて河合先生がこう思ってますって言ってるんですけども、個性化なのでそれぞれが、好きなことを考えていい、それが個性化だと。だから、隊長が僕はこれこう思いますって言って、いや違いますよっていうのは OK なんです。僕はこう思ったんです。そう。で、ユングが言ってるのは、あのタイプ分けっていうのは個性化ですよっていう話をしているので、全然 OK なんです。なので僕はここで今日ちょっとこう感じましたっていうのを話すんですけど、否定全然 OK です。で、先に言っとかないと不安。否定されたときに。だこの間あの第5はいの、はい、アドラーの嘘。っていう動画があったんですよ。あ、いや大子さんも言ってるのは、あのアドラーは心理学じゃないって言ってますよね。哲学だ。だからそのアドラーを否定してるんじゃなくて、大変面白いと。
ただあれは心理学じゃない。心理学だから、まあ学問ではないみたいなことですよね。哲学、あ、まあ哲学も学問か。だから心理学じゃないって話ですね。心理学って本当に多分脳がどう作用するかとかって。脳がどう反応するか。はい。で、今回この河合さんというか、ユングは、フロイト、アドラーが初めに研究していた、その下に、ユングの、違う、フロイトの助手としてついていたので、アドラーも、ユング、あ、アドラーもフロイトも見て、ユングさんが言ってるのは、どちらも同じこと言ってると。フロイトは外を見ていってる。アドラーは自分の内を見ていってる。で、河合さんは書いていて、とても面白いと思いながら、あ、すいません。何が言いたいかを言えですね。で、河合さんが言っていて面白いと思ったのは、外交も内交も、まあ、思考も感情も直感も感覚も、この、つながっていて、で、例えば、この、ここに今、真ん中に線が引いてあるんですけど、上が意識、下が無意識。で、ピタッというのはあまりなくて、どこかが意識の上に浮いていて、どちらかが沈んでいる。で、意識、無意識ができていて、無意識っていうのは、弱いっていう意味じゃないんですね。未分化されたものだ。ってユングは言ってるらしいんです。その未分化されてないって、その未分化の意味っていうのは、いくつかの要素が一つに入り混じっていて分かれてないことなので、そのこの無意識の中に入っているものは弱くて自分たちが感じていないものじゃなくて未分化されたものなので、むしろこっち無意識の部分の方が問われ的な、要は自分は、例えば、外交だと思っている。が、その、幼い頃は、外交的な面、僕って可愛いでしょみたいな。明るいでしょっていうところの方が、得をするような文化ですよね。っていうところで、外交的だと思っている。が、どうしても、薄っぺらに見える部分があるじゃないですか。で、スポー。で、僕は、こちら側で思ってるんですよ。俺って薄っぺらじゃん、これ。薄っぺらだよね、俺って。で、内向的な方がかっこいいんじゃないって思いもあるんですよ。っていうのが、その、出たり入ったり。で、むしろ、こっちの、あ、こっちの方がかっこいい。内向的な方がかっこいいってなると、多分それを持ち出したりする。とか、この思考と感情も、やっぱり僕、どちらかというと F の人間、感情の人間ですと。そうなると思考の方がかっこいいじゃんってなると、わーって感情的にならないといけないときに急に思考になったりするみたいとか、僕は思考ですみたいなタイプが批判された途端に急に感情的になったりっていう、人間ってそういうもので、感情はありますからね。そう、感情も思考もみたいな。なのでこのMBTI の話で言うと、その四角の箱の中には誰も入ってなくて、このそうじゃなかったもの、あの T と F で言うと、例えば僕は F ですってなったら T はないんじゃなくて、無意識のところに未分化されて沈んでいる。なので決して弱いわけじゃないっていうのをとても強調していますっていう部分で、MBTI っていうよりも河合さんがとても面白いと。要はこの軸、この意識と無意識の中に、この思考、感情、直感、感覚っていうのが、どこかでこうやって入っている。で、ちょっと絵としては分かりにくいんですけど、この自分の自己が大きい丸。自己があって、これ自己です。で、意識っていうのはこのぐらい。で、自我がこのぐらい。自我、ほんと点で、上の、ちくわはげぐらいの部分が意識。で、大きい丸が自己。ぐらいらしいんですね。だとすると、自己。僕っていうのは、このぐらい。僕が思ってる僕って。あんまそうですよね。っていうことに
を知り、これ多分みんなが同じことを無意識とか言って同じ言葉を使ってるけど、はい、それぞれが意味が違いますよね。無意識の意味が、ういろんな人が言う無意識。そうですね。そうで、あのよく出てくる心理学の先生とか、はい、人間は 95% 無意識で、意識できてる部分はもう 5% しかないから、こう ほぼ隠されてるから、なんか無意識に出る反応ってあるじゃないですか。はい、なんかこう歩くときに意識せずに体を動かしたり。でもそれは僕無意識って言われると、そうなので、こう人によって無意識の定義が違う。ああ、そうですね、はいはい、僕それ無意識と思ってないっていうことですよね、うん、はい、それは何ですかって話じゃないですか。でもこっちの学者の人は、はい、それが無意識だよ、意識せずに日頃やってる行動っていうのが無意識なんだよっていう定義がそもそも、あ、まあまあ確かにそうですね、意見が違う、はい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 、議論が噛み合わないというかっていうのをなんか思ったかなっていう。なるほど、あ、そうですね。そう で多分前回僕が言ってたのはそっち側の無意識なんですよね、はい、なのでこう意識と無意識はない、もうないんだみたいな感じじゃなくて、はい、僕の中で無意識っていうのはそちら側の定義なんですよ。こう人間が意識せずにできること、はいはいはい、コップを持とうと思った時にちゃんと手を動かしてスッと持てる。そう、別にこう意識せずにパッと持てるじゃないですか。これをこうあそこまで手を伸ばして指を曲げてとかっていうのは意識しないじゃないですか。とかこう手を組んだ時に無意識にこっちの手、親指が上に来るとかで意識し、手を組もうと思っただけであとはもう無意識じゃないですかっていう定義なので、こうそもそも話が噛み合ってなかった部分ですよね。今ちょっとで何が言いたかったかというと、ちょっと一旦、はいはい、ここで逃げていいですかね。皆さんのコンパですからね、喋らないと。皆さんお世話になってます。お疲れ様です。推薦でございます。権威主義的ですね。ああ、僕は、やっぱタイプ6はね、権威がないとちょっと信用できないんですよね。まあ、そこがまた恐ろしさなんですけどね。この間の動画で、こう、自分に自信がない。そうそうそう、権威がない。自分が自分を信用してない、信頼してない。あ、そう。で、今回、そう、ああって思ったのが、河合先生は、もう、全員、要は、僕の言葉すら信じるなんてことなんです。あ、信じるなんじゃなくて、勉強はするんですけども、僕のことを 100% 正しいと思わなくていいと。あなたはあなたの意見があっていい。っていうことを言われて、俺の意見俺の意見っていうのは、確かに若干あるんですけども、僕の自分についてっていうのを書いたんですけども、要は、今の自分は幸せだと思ってます。でも、もっと幸せになりたいと思ってます。でもじゃあ今のお前は幸せじゃないのかって言われると、いや幸せですっていう変化の途中なんだと思います。まあ変化しますからねっていうのを、同じことを河合さんも言っていて、俺って良かったんだってっていうのがちょっと今日のオチではあったんですけども、良かったんだって人に言われてちょっと安心してるから違うじゃんかもしれないんですけども